タマカバです。タバンマスター実況パート5やっていきましょう。ベロンベロン酒場コーマ繁盛しておりました。今ね、閉店時間なんでね、お客さん誰もいませんけれども、はい、店をだいぶね、拡充しまして、かなり広くなったよね。そして前回最後にですね、新しいフロアアンロックしました。これで2階を作ることができますと。あと、アップデートが入りましたね。どんな内容かというとですね、まず一つ目、なんと、シェフが、まな板を使うようになりました。らしいですよ。前回すげえ待ってたけど、結局さ、肉料理にも何も、まな板使わなかったからね。お、あ、使った使った。すごいなんか、魚を叩いた。めっちゃ叩いたね。親の仇のように叩いたね。っていうのが一つと、あともう一つ、これやりたかったんだよな。装飾品あるじゃないですか。例えばこういう旗とかね。これを、外壁にもつけれるようになりました。嬉しい。これ嬉しいな。ね、ちょっとやりましょうよ。外に何つけようかな。壁掛けマグカップ。いきなり、外に。めちゃめちゃ不衛生ですね。いいよ。はーい。謎の女性の絵画。入りづら。怖いから。カーテンを入り口にこうやってかける。なんだこの店。絶対入りたくないけど。さすが中世の人間は肝が座ってるな。あとはね、照明でトーチスタンドが増えたらしいですよ。トーチスタンド。あ、これかな？今までは壁掛けトーチしかなかったけどね。トーチスタンドが増えました。もううちのお店はね、とにかく明るくをモットーにしてますんで。これね、ほら、めちゃめちゃ明るいでしょ、このあたりね。すごいから。このテーブルに座ってる人は多分目が潰れますね、これね。まともに真正面見続けたら目が潰れるから。だからあえてこうやって下を向いてうつむき加減なんですね。はい。というのが、今回のアップデートの内容ですね。あ、待って。冒険完了ですね。マッシュルームはまだか。お肉。この生ハム原木みたいなお肉。よし。いいぞ。ちょっとまだ見ぬ食材行ってみる。これなんだこれ。くるみかな。行きましょうか。おー、さすが。難しいんですね。90、100% で行こう。はい。クエスト。飲み物400リットル補充する。ゲットです。これで新しいレシピですね。あ、なんだっけ。マッシュルーム、グラタン、シチュー。それ系。これがあるともしかしたらイベント行けるのでは？これだ。死刑執行人の会合。あれ？マッシュルーム足りないな。80。80？ そんな入りますっけ？ 80 も。50までしか持てないんですけど。あ、そうか。この宝箱っぽい収納箱もう一個置けばいいってこと？これ。そういうことだよね、きっと。木箱。あー、なるほどですね。場所がないです。ちょっと拡張しようか、じゃあ。ね、イベント開きたいよ。はい、こんな感じに改装をして、そこに木箱をもう一個を置くと、はい。で、そこで、このマッシュルームずーっと開くの待っていた18号をゲットできると。はい、よし。で、これもいけるかな？ 37 個もらえるけど。73%！ いったれー！失敗したらこれ大丈夫？冒険者死ぬのかな？でも俺のせいじゃないよ。俺は金払ってるだけだからな。俺のせいにすんなよ。よし、2階をね、作る件は、もうちょっとお金貯めたいんだよな。1万ぐらいお金貯めておきたいんですよ、実は。うん。いや、多分ね、いろいろまた一式揃えなきゃいけないでしょ。お金すごい使うと思うんだよね。テーブルも椅子も買って、装飾品も買わなきゃいけないでしょ。で、2階に多分、バーと厨房ももう1個ずつ置かなきゃいけないと思うから、金かかるんだよ、きっと。ちょっとお金貯めよう。さあ、ビールじゃんじゃん飲んでってよ。うちのビールは美味しいよ。巷ではね、ノンアルコールビールとかね、ビアルコールビールっていうのが流行ってますけど、うちはすごいよ。
オンリーアルコールビールだからね。アルコール 100% のビールだから。うん。もう純粋なアルコールの中にホップが浮いてるみたいなね。そういうビールだからね。うん。みんなベロメロになってよ。ベロメロじゃ済まないね。急性アルコール中毒だね。もう一回戦勝祝賀会やるか。次のね、技術アンロックするときに必要なんですよね。ゴールド客。いけますよね。はい。やりましょう。よし。ん？待って。80人か、ゴールド客。あれ？足りない？もしかして、椅子。あ、足りないかも。席足りないな。2階席があったらよかったんだけど、あと9人分足りない気がするな。え、ここにテーブル置ける？置けた。これ、いやでもこれね、ウェイターが多分すごい大変だね。外からぐるっと回ってくるんでしょう。でもめっちゃ見たいな。めっちゃ見たいわ。うん。ちょっと自分で波風を起こしていきたいな。あ、来た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 。あちらへどうぞって案内されるんでしょ、ここ。かわいそう。かわいそう。何悪いことしたの？戦犯ってこと？文字通り戦犯ってこと？あ、来た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 来ましたー。気分はビアガーデンだよね、これね。ビアガーデン気分で、外で飲むビールの美味しいことったらないよ、多分。よかったね。あ、一人分しか来なかった。もう一人分もあげなよ。まあ、容赦なく飲むな。待ってあげるって気遣いはないのかい。あー、来た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 。よかったね。来たよ。よかったよかった。しょうがないな。ちょっと変えるか。さすがにね、これをずっと続けるのは辛いので、ドアを一個ここに作ってあげようか。ほら。これでもう寂しくない。ダメだ。ここの席いいな、俺。これすごい大好き、これ。またこのね、中でワイワイしてるのが見えるのがいいでしょ、これ。よし、なんかわかんない。くるみっぽいの手に入れた。そして、マッシュルームも受けと、32。いいでしょ、溢れるけど。よし、これで、新しいイベント、死刑執行人の会合ができますね。やりましょうか。162のレア客。いいんじゃない？やろうやろう。はい。あさって、しあさって設定しましたよ。はい。研究も完了しましたね。研究員。これ何？研究員って。とりあえず、来客1日21人プラスを研究開始しましょう。研究員。あ、これだ。研究机。6×6 でかいぞ、これ。お隣いいですかね？ここに酔えないなぁ。隣で研究するから。これはなんかそういうスタッフがいるんだね。研究者みたいなのが。あ、研究員、これだ。すげえ。面白い。読む速度とかある。歩く速度、読む速度。マデリーにしようか。経験値獲得2倍になるって。いいじゃん。読む速度も早いよ。おお、研究員だ。あ、来た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 。あれ、どっか行っちゃうぞ。どこ行くの、研究員。え、これ、君だよね、マデリン。え、入ってきたけど。あー、中から行く。え、違う。あ、本を取りに行ったのか。あー、すいませんね、お客さんね。ごめんなさいね。一人、漫画喫茶状態だったけども。そっからわざわざ行くのか。こっちから行けばいいじゃん、ここ。こっから。そっちから行くか。本棚ここ置けんのかな。本棚置いてあげようか。めちゃめちゃ本いたもの早そうだけど。いいよ、こち亀全巻とか、ゴルゴ13全巻とか置いてあげるよ。ここに。はい。読んでるわ。あ、なんか研究ポイントが手に入ったよ。これ何使うんだ、研究ポイントって。あ、これだ。なるほど。研究で必要になるんだ。まんまだな。あれ？ここのドア使ってくんなくない？使ってないよね、これね。これ使ってくんないと厳しいな。じゃ、この壁なくそう。欠陥住宅じゃないか。
これで来てくれるんじゃない？ほら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 、来た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 。ドアってなんか、一箇所しか使ってくんないんだね、きっと。あ、そっか、ドアじゃなくてこれすればいいのか。こっち。これにしよう。はい。これは使ってくれるでしょ。ね。はいはい。はい。あんまりお金貯まっていかないな。8300か。1万は行ってないけれども、でも明日、死刑執行人の会合なんだよね。レア客160人も来るからさ、これはちょっと改装した方がいいな。やりましょうか。どうしようかな。入り口入ってきてすぐにアクセスできた方がいいね。この辺りに階段作るか。階段、広い階段。螺旋階段いいな。螺旋階段作るか。おー、そんな場所取んないね。広い階段は？でっか。あ、これはでかいわ。これちょっと。あ、でも広い階段も見栄えするな。螺旋階段ちょっといまいち。いや、美しいんですよ。美しいんですけれども、見栄えをってやっぱりドドーンってね。広い階段ドドーンしようか。普通の階段は？あー。広い階段で。ドドーンしたいな、俺。ここに作りましょうか。これでいいかな。ドン！よっしゃー。おー、すごい。いいですね。さあ、そして2階へ。フロア変更。よっ。ん？何も変わんないけど。これは、ん？どうすればいいんだ？あー、なるほど。先に、床を敷け的な感じなんですかね、これね。2階はなんかちょっと雰囲気変える。こういう感じにする。おー、すごいすごい。なるほどねー。2階の壁作り。よ。あ、1階穴が開いてても壁は2階作れるんだね。うん。もうちょっと石畳がやっぱりいいかな。石にしよう。はい。2階は広間にしようか。大広間みたいな感じ。細かく仕切らずにね。ちょっと良くない？で、2階にも、バーカウンター置きたいですね。ドン！どう？おー、かっこいい。いいんじゃない？で、厨房も作るよね。カウンター。合う。ん？あ、もうカウンター買えないのか。厨房。はぁ、うっそ。厨房って1個だけなの。それ辛いなぁ。あーった、これだ。厨房プラス1ありました。これだ。なるほどね。ちょっと苦労するね、しばらく。というか、これ怖いな。これ、柵かなんか欲しいんだけど、ここに。よし。20個ですね。はい。これで、整いました。で、1個、音楽家の演台を置いとこうか。ね。このステージ。みんな聞いてくれ。ここちょっと近すぎるね。もうちょっと話そうか。4人、フル楽器。体育か。よし。あとはお金1600しかないけど、装飾ちょっとしておきたいな。これに暖炉置いとく。ドーン。おー、いいね。暖炉だよ。あとあれか。スタッフ雇わないと。危ない。暖炉置いてる場合じゃなかった。バーテンもう一人。トーマスにしようかな。持ち運び4杯だけれども、何より経験値獲得2倍だ。で、そして、ウェイトレスは、ほらほら、ついにやっと、エリートウェイトレス、マリオーネ。よし。これ、もう、今ので雇ったってことになるの？あー、いたいた、マリオーネ。おー、やったねー。あ、すごい。給仕するフロア、すべての階。ってあるよ。2階のみにしてほしいなー。ここであれだね、階段上りスピードが、生きてくるんだなー。あれ、ちょっと待って。マリオーネ、いっぱいいるんだけど。あれ？ 1、2、3、3人。これが、エリートウェイトレスのマリオーネか。あ、すげえ。そうで、おかしいと思ったんだよな。能力値すげえ低いなと思ったけれども。君は2回のみだね。あ、じゃあさっき間違えたな。1人、一番最初から言ったマリオーネは、逆に君1回のみだな。1回固定、2回固定、あと両方行くみたいなのちょっとね、分けた方がいいですね。3人ぐらい1回のみですね。で、2人は両方、どっちもヘルプ入ります。で、マリオーネは2回のみ。もう1人2回のみ増やすか。雇用だ。で、君は2回のみと、
うん、いいんじゃないでしょうか。よし、 OK だ。2階完成ですね。来ました。ちょっと薄暗い感じがいいでしょう。うん、この武骨な感じでいきたいと思います。さあ、真相オープン、ベロンベロン酒場コーマ。しかも死刑執行人の会合なんだよね、いきなりね。行きましょう。次の日、あ、おら、よしよしよし、よかったよかったよかった。よし、防衛成功。さあ、いいですか、スタートしていいですか。死刑執行人。あ、これがそうか、死刑執行人なんだ。2階上がっていきませんか。2階いかがですか。1階が埋まってから2階かな。160人来るからね。あ、2階行った。お、来ました、2階席です。さあ、初めて、あ、待って、水しかない。水しかない、水しかない、ダメダメ、水しかない、ダメ。あ、やばい、補充できない、まずい。ちょっと待って、何必要なんだっけ。ビールとエール、ちょっとなんか売るしかないな、これ。何売ろうかな。これこんないらないよね。これいらないっすね。560で売る。はい。あとは泣く泣くこの鎧を売るか。いくらで売れるかな。ドン。お、やった。525で売れた。よし。はい。これでビールダルと、あ、でも待って。あれか。入れなきゃいけないのか。全部補充はできない。くそ。ちょっとずつ。よし。はい。危ない、危ない。OK でーす。さあ、仕事だ。あ、ちょっとこの楽団は色が違うね。青がテーマカラー。1階の方は赤だもんね。ほら、赤いもん。これ1階と2階の楽団で対バンしてほしいね。あと1人、やった、来た。あ、でも1000か。まあまあいいでしょ、いいでしょ。ありがとう。よっしゃー、嬉しい。ミッションコンプリート。とてもこの効果音のワイワイガヤガヤした感じ喋ってるとは思えないね。あれ、ウェイトレス足りてないか。これ足りてなさそうな気がするな。もう一人いけるっけ。ここもう一人いけるね。行った方がいいね、これ。はい、増やす。君は2回のみ。頼んだ。これめちゃめちゃ溜まってんじゃん、ビール。すごい。これは怒って帰る客が出るかもしれないね、もしかしたら。1階は、あー、ほら1階も溜まってる。あ、やば、マジか。でもこれ以上ウェイトレス増やせないんですよね。バーもだってもう置けないでしょね。え、2分の2置いちゃってるもん。あ、研究完了した。やったー。はい。来客、1日21人プラス。じゃあ次は、厨房1行きますか。これ、ウェイトレスがやっぱり欲しいね。今、俺の研究ポイントっていくらあるんだろうね。100必要だって言うけど、まあ、100ぐらいありそうな気がするな。はい。厨房1個プラス。お願いします。いやー、めちゃめちゃ多いなー。これ、怒って帰ってる客いない？怒ってるとちゃんと怒ったマーク出るっけ？そういえば。待っててくれてんのかな。いやー、ハラハラするな。何しろ死刑執行人だからね。執行されちゃうから。またあれなんだよね、今厨房がさ1階にしかないから、2階の料理も1階に取りに行かなきゃいけないんだよな。それがまた辛い。はい。あ、でも終わった、終わった、終わりました。はい、皆さんお疲れ様でした。すごい。さあ、怒って帰った客はいたんでしょうか。どうだ。あ、ゼロ、やった、よかった。死刑執行に待っててくれたわ。命がつながった、よかったよ。よし、さばいたね。160人、ギリギリだったんだろうね、多分ね。オッケーです、みんなお疲れ様。いいよ、ビールとかエール飲み放題、飲んでくれ。今日は許す。厨房アンロックしたら、あとこれかな、樽置き場。これなーに、これ備品
備蓄品置き場があると同じフロアにある全ての樽や厨房の木箱は夜間に自動的に補充されます。あ、なるほどね。おー、あ、楽ですね。楽だけれども使いたくない時にお金使っちゃうってことか。ホテルって何これ。ホテル、これも気になる。はい、え、ドアと窓のある部屋を作ってホテルショップに行ってベッド、ワードローブ、装飾品を買って夕方になったら客が来るのを待つ。いいね。これ作るとしたら3階かな。いや、これもやりたいね。ホテルもね、面白ー。ほんとこのゲームね、しみじみ楽しいわ。はい、次回もねやっていきましょう。はい、2階建てになりました。我らがベロンベロン酒場コーマ、この謎の微笑んでる女性の絵画が皆さんをお待ちしております。はい、ということで、良ければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。